着付け&所作教室花楽しの山内芳水です。芳水亭にようこそ。こちらのチャンネルでは皆様に着物に関する情報を発信しています。で、今回は前回に引き続いて、このまたね、前回の動画もご覧になってみてくださいね。私が選んだこちらの一重の着物のコーディネートをしていこうと思います。もうね、一重の着物コーディネートねしようと思ったら、すごい長襦袢の色もね、私いろいろ持ってるっていうことに気がついて、黄色でしょ、赤でしょ、そして黒、そして黄緑ですね。それから定番の白、そしてこちら可愛いアンティークの長襦袢、いろいろあったので、まず長襦袢からね決めていこうと思います。そしてこういうのね、一重の時期の長襦袢っていうのは一応一重の長襦袢となっておりますけれども、合わせだとねまだね暑かったりしますので、最近はね合わせって言ってもお袖だけがね、昔のね合わせの長襦袢っていうのは胴のところも裏がついていて合わせになっていたんですけど、最近はこのお袖だけが無双って言ってね、お袖だけが二重になっている、裏がついているものとかも多いんですね。ですけれども、一重にはその二重になっている無双のものっていうのは使わないで、一応一重のこれ見てもらえば分かるんですけれども、お袖がね一重になっているものですね。はい、これを合わせていくようになります。ただ9月も最初の頃とかは暑かったりするので、長襦袢だけはねまだ夏物を着られているっていう方も多いと思います。その辺はね、そこの地域の体感とかによって、何にしろ自分の体を守ることが一番なので、衣替えの時期でもここにこの日になったらこれにしないといけない、暑いのにもう我慢してずっと着てるなんていうことは自分の体によろしくないと思いますので、自分の体を第一に考えて、そしてコーディネートをしていただくといいのかなと思います。自分らしく輝くための第一歩、着物を通じて踏み出せる5日間の無料レッスンから、上品な着物美人を自分のペースで楽しみながら目指せる日々が始まります。リニューアルされた新カリキュラムでは、まるでプライベート教室で学んでいるような着付け体験ができるようになりました。詳細は概要欄をチェック。まずは長襦袢の色合わせで一番重要なのは、長襦袢がこのねお袖の振りからねチラッと見えるっていうところなんですね。ですからここでね色を合わせてあげるといいかなと思います。あとはちょっとね歩いている時に風が吹いたりとかして、裾からちょっとね見えちゃったりすることもあると思うんですけれども、ちょっとこのチラ見せのね美しさですね。襟の方はまた後でね襟合わせしていきますので、ちょっと今は無視しておいてくださいね。でこれね、グリーン黄緑色が見えてもね、とっても爽やかな感じでいいなと思うんですけれど、ちょっとこれ春っぽい感じになるのかな。でもこれも可愛いですよね。で、他の色も合わせていきますね。はい、次は黒を合わせてみました。黒がね、少し見えても、ちょっとかっこいい感じかなとは思いますけれども、これ冬だったらこうやってね、黒見えててもかっこいいかなと思うんですが、今秋なのでね、でもいいかな、これもいいですよね。はい、今度は黄色にしてみました。黄色が見えてるのも素敵ですね。結構、何でも、この色ね、ベージュ系なのでね、何でも合わせられますね。黄色も素敵ですね。赤のチラ見せもいいですね。やっぱりこう、色っぽい感じになりますね。赤が見えると。ね、これも素敵ですね。で、裾もね、なんかちょっとチラッと赤見えたりしたらいいですね。はい、こちらはね、アンティークの長襦袢で、ちょっとね、柄の長襦袢がチラッと見える。ちょっとこれだと可愛すぎちゃうのかな。ね、黒い着物とかで、この柄がチラッと見えてるとね、いいかもしれないんですけど、この、あ、でもこれもいいかもしれない。
もうこれだとちょっと可愛すぎちゃうかなって感じですね。はい、そして定番の白ですね。白はやっぱり清潔感がありますね。うん、おしゃれな遊び心というよりは清潔感があるので、まあ、ちょっとね、正式な場にまあ小物は着ないんですけれども、少し正しい感じで着たいなという時にはやはり白を着られるのが一番無難かもしれないですね。はい、今回のコーディネートで私はこの黄緑を合わせることにいたしました。襟がね、またちょっと変えていきます。このままでもいいんですけれども、はい、襟はね、インドリボンでまたね、少し合わせていこうかなと思います。はい、こちらのね、黄緑の長襦袢を白見せしていこうかなと、こんな感じでね、着ようと思います。で、襟はね、この月輪屋さんのこのレースの流行り、私大好きで、このまんまでもいいんですけれども、インドリボンレース、これもう両面テープでね、私の動画見てくださってる方はご存知だと思いますけど、パパッと変えれますので、面白いですよね。こんな襟がここに入っても、なんかちょっとこっくりした感じで素敵ですね。あ、これいいかもしれないですね。もうちょっと近づけた方がいいのかな。こうかね、襟はこのぐらい近づけた方がいい。これを入れてもいいですし、これも面白いんですよね。インドリボンレースね、他の動画でね、合わせ方やっておりますので、これもいいですね。ちょっとこれ私が今右にいるので、ね、右上みたいにコーディネートなのでね、ちょっとご容赦くださいね。右上になっちゃってますけどね、これが。でもいいか、別にね、こうして、はい、こんな感じで、これもいいですね。皆さんどれが好きかね、ちょっとよく見て、もしもコメント欄にね、書けたら、どれが好きだったか、あと襦袢の色もどれが好きだったかね、書いてくださいね。こちらも素敵ですよね、これ。うん、これもいいですね。これちょっと今まで合わせたのをアップしましょうか。一番最初がこれね。そして二番目がこれ。そして今合わせたのがこれですね。そして次に合わせるのが、これちょっと一番と似てるかもしれないけど、これね。これも素敵で、これちょっとね、幅が広いのでね、付け方に要注意があるんですけど、それもね、前に動画でやってますのでね。これもいいですね。あー、どれがいいだろう。秋っぽい感じだと今のところ私の中ではこれとこれかな。でもこれ、あ、これもいいんですよ。これ、これはね、こう見せてもいいし、こっちの細い方のね、こう見せてもいいんですよ。こうでもいいし、この柄がね、太いのと細いのとこっちあるじゃないですか、両端が。だからこっちを見せるのとで全然、あ、紫いいかもしれないですね。これもいいな、これ候補。はい、あ、で紫、これも紫、これもいいですね。インドリボンレースはね、本当に1メートル買っとくとね、こうやっていろいろできますので、両面テープでつけて、これいいですね。あ、でも今のところこれかな、どっちかな。それから真っ白、真っ白でもないかな、オフホワイトに近いんですけど、これも品がいいですね。ほら、品がいい感じになります。素敵ですね。本当にね、1メートルずつ買っといたらいいので、すごく重宝しますよ。あ、これいいな、ベージュ系でね。でもこれだったら黄緑じゃなくて黄色が良かったかな。ね、長襦袢の色ね、黄色。そしてこれ、これもね、私は結構好きなんですけど、みんな、皆さんちょっと合わせづらいんじゃないって言われたりするんですけど、これもいいですよね。これもね、好きですけど、もしこれだったら襦袢黒かな、ね、黒にしたらいいかもしれない。これも品がいいでしょうね。
あ、これいいな。あ、でもこれ、これ黄緑でもいいけど、これだったら私黄色かな。黄色か白かにしてたかもしれないな、長襦袢はね。はい。そして、最後にこちらもね、またね、今ついてるのも月輪屋さんなんですけど、この月輪屋さんの紺色のこれも、かっこいいですね。ここに紺がヒュッと入ると、すごくかっこいい感じになるんですけど、私これをね、どちらかっていうと、重ね入りっぽく紺は入れたい感じもしますね。こうやってね、シュッと紺が入ると綺麗ですね。あ、これもいいですね。はい。はい。さて、どれにしようか。今のところ、私の中では、これかな。こっちか。こっち。ここにね、黄緑の刺繍も入ってるので、これかな。では、長襦袢と襟が決まったので、あとは帯と帯揚げと帯締めを合わせていきたいと思います。はい、それでは次回はこちらの着物にこちらの黄緑の長襦袢、そしてこちらのインドリボンレースの半襟に帯と帯揚げ帯締めを合わせていきたいと思います。いいねボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。どれが好きだったかね、皆様ぜひね、書いてください。はい、それでは次回も、ぜひご覧ください。山内豊水がお伝えいたしました。また見てねー。